けど、まだ豊川有恒さんの有名なね、少年エスパー戦隊が、はい、ラジオのドラマとして行われるわけなんですが、構成が西裕二君、あ、脚色というべきかね、うん、タモリの番組やってる人だけど、いろんなことやんな、彼も。キリンラジオ劇場、スペースロマン。爽やか透き通ったキリンレモンがお送りするキリンラジオ劇場スペースロマン、豊田有恒原作、角川文庫より、少年エスパー戦隊、脚色西裕二、出演宇都宮健二、水島優、野村道子、以上の皆さんで。僕は一体どうしたんだろう。車に轢かれたはずなのに。そうなのだ、この少年は今さっき信号無視の車に轢かれたのだ。それなのに事故のあった場所から20メートルも離れた空き地で気を失っていたのだ。そういえば去年の夏、家族と海に行った時にもこんなことがあった。僕は調子に乗って沖まで泳いでいった。すると突然大きな口を開けたサメが現れ、僕はもうダメと思った瞬間気を失い、気がつくと砂浜に一人寝ていた。それも怪我一つしないで。少年は家に帰ってもなぜあのようなことが起こったのか不思議でしょうがなかった。彼はまだ自分の体の中に隠されている能力に気づいていなかったのだ。少年の名はジロ。そして何を隠そう、彼こそこのドラマの主人公、エスパー超能力少年なのだ。一体どうしたんだろう。最近僕の周りには不思議なことばかり起こって、部屋で一人ぼっちでいたりすると誰かが僕を呼ぶ声はするし。ジロ君、あなたはどこにいるの。ああ、またあの声が聞こえてきた。ジロー君、あなたに会いたいわ。君は一体誰なんだ。もしかしたら僕は気が変になったんじゃないか。違う、あなたは気が変になんかなってないわ。私、あなたに会いたい、会いたいの。明日10時にオリンピック公園に来てね。君次の日、次郎は不思議な声の主に会うべく原宿にあるオリンピック公園に来た。来ることは来たけど、こんなに広いんじゃあの声の女の子どこにいるのか分かんないや。次郎君、こっちよ、こっち。次郎は不思議な声に導かれるまま歩き出した。次郎君、こっちよ。次郎君、ジロー君。いつしかジローはオリンピックスタジアムのフィールドの真ん中に立っていた。そしてジローの目の前に可愛い女の子が立っていた。あなたがジローさんね。うーん、あなた昨日車に轢かれそうになったでしょ。
君は誰だ？なぜ僕のこと知ってんだ？それが私にもわからないの。ただ3ヶ月ぐらい前からあなたの考えてることが分かりだしたの。ところで君なんていうの？あやこ。私はあやこよ。君が喋ってないのに聞こえるあやこっていうのが。そうなの。私も不思議なの。ねえ、少し歩かない？綾子は原宿の表参道を歩きながら、はじめ次郎の考えが分かるようになった時は不思議というより薄気味悪かったが、次郎という少年がどこかにいるに違いないと思い、心の中で呼んでみたのだと言った。へえ、そうだったのか。そうよ。だから次郎さんが今日つまみ食いをしてお母さんに叱られたことも知ってるのよ。いや困っちゃな、そんなことまで知られてるんじゃ。待って次郎くん。どうしたの？このまま動かないで。なんと次郎と綾子の目の前に何トンもある鉄材が落ちてきたではないか。綾子さん知ってたんだね。よくわからないわ。でも何か悪いことがあるときは必ず変な気持ちになるの。へえ。あ、いっけねえ、見せ物になっちゃった。ねえ、行こう行こう。いつの間にか二人の周りには大勢の人が集まっていたのだ。次郎と綾子はその中に二人をまるで獲物を狙う豹のように見つめる男がいたことを知らない。次郎が不思議な声の主綾子と原宿の表参道を歩いていた時のことである。待って次郎くん。どうしたの？そのまま動かないで。なんと次郎と綾子の目の前に何トンもある鉄材が落ちてきたではないか。綾子さん知ってたんだね。よくわからないわ。でも何か悪いことがあるときは必ず変な気持ちになるの。次郎は不思議な糸で結ばれた綾子の超能力で鉄材の下敷きにならずに済んだ。そして二人は集まったやじ馬の中から逃げ出し、また表参道を歩き出した。その時であった。後ろから黒いコートを着た男が声をかけてきたのは。あなた次郎君だね。君のお父さんが交通事故に遭ったんだ。さあ一緒に病院へ行こう。お父さんが事故に？さあ急ぐんだ。そこにある私の車で行こう。待って次郎君、行っちゃダメ。なぜ？僕のお父さんが大変なんだ。お嬢さんも一緒に来たまえ。父さんは大丈夫ですか？心配いらない。あるよ。嘘嘘よ次郎くん、お父さんの事故なんてデタラメだわ。なんだって？病院ってどこです？あなた誰ですか？うるさい。静かにしろ。男はポケットからピストルを取り出し次郎の胸に押し当てた。何をするんだ？もういくら騒いでもダメあるね。貴重なエスパーがいっぺんに二人も手に入るとは全くついてるね。二人を乗せた車はぐんぐんスピードを上げ、やがて甲州街道に入っていった。ねえ、私たちをどうするつもりなの？お前たち大切な人間殺したりしないあるね。安心しろ。おお、そうだ、連絡をしなくてはいけないあるね。甲
ちらちゃん、エスパーの少年と少女を捕まえました。すぐそちらへ行きます。車はいつの間にか右手に富士山の見える雑木林の中に入り、別荘のような家の前で止まった。そして二人はちゃんに連れられ中に入り、一番奥の部屋の前まで来た。ドクタールー、エスパー二人を連れてまいりました。おお、綾子君、次郎君、君たちの来るのを待っていたよ。あなたは誰ですか？なぜ僕たちを知ってるんですか？まあまあまあ、その向きに並んでわしの話を聞きたまえ。わしは君たちのことなら何でもわかるのだ。綾子君が今朝朝食に卵がないと泣いたことや、次郎君が綾子君に会うためにお母さんの財布から2000円取ってきたことな。どうしてそんなことを？何でもわかるのだよ。それが僕たちとどんな関係があるんですか？おお、アリサ、君たちは不思議な力を持っておる。心と心で話し合うテレパシーや、心で考えただけで自分の体を移動できるテレポーテーションなどの超能力をだよ。こういう超能力者をエスパーというのだよ。いいかね、君たちエスパーは水爆以上の恐ろしい新兵器なのだ。僕たちは水爆以上の新兵器？その通り。我々の国はエスパーを必要としておるのだ。何しろエスパーは訓練すればするほど強くなるからね。よしちゃん、この二人を連れて行け。ダメだわ、この部屋鉄格子がはまってるわ。どうしよう次郎くん。その時、次郎の脳裏にドクター・ルーの言葉がヒントとなり、グッドアイデアがひらめいたのだった。ね、いいことがある。いいかい、大声を出して誰かを呼ぶんだ。一体どうするの？いいから大声で叫ぶんだ。助けてー、誰かして。おい、どうしたんだ？さあ逃げるんだ。次郎はドアの陰に隠れ、入ってきたドクタールーのバカな手下を部屋にあった椅子で殴りつけ、綾子の手を取り外へ逃げ出した。エスパーが逃げたぞ。早くさん、早く、あの雑木林の中に逃げ込むんだ。止まれ、止まらんと撃つぞ。飛び出してきたちゃんがピストルを抜き、その不気味に光る銃口が次郎の背中にピタリと狙われた。ドクター・ルーの別荘から逃げ出した次郎と綾子は近くの雑木林に向かって一生懸命走った。その時、追ってきたルーの手下のチャンのピストルが次郎に向かって火を吹いた。するとどうだろう、次郎と綾子の姿は追っ手の前から消えたではないか。エスパー二人の姿が消えた。そんなバカなことがあるか。で、次郎たちはどうしたかというと、その別荘からかなり離れたところに行っていたのである。やったぞ、テレポーテーションだ。やったわね次郎くん。うん、それに比べると私のテレパシーは次郎くんの考えてることしかわからないんだから大したことないわね。そんなことはないよ。僕たちエスパーの力は訓練すればもっと強くなるってドクタールーが言ったじゃないか。君のテレパシーだってすごい超能力になるはずだよ。あ、危ない、テレポーテーション。なんと次郎たちのいたところは高速道路の真ん中だったのである。しかし今度のテレポーテーションは5メートルくらいしかダメだったようである。そして止まった車の中から白髪の紳士が降りてきた。大丈夫次郎くん？うん、
頭が痛い。君たちは私の車がぶつかる寸前に消えてしまった。信じられん。私たち、あれはテレポーテーションではないのかい？あの白髪の紳士は何者かは知らないまま、次郎と綾子はその人の車に乗り東京に帰ってきた。そして病人のようになった次郎は白髪の紳士の知り合いの病院に入院した。どうだね次郎君。ええ、3日も寝ていたんですっかり良くなりました。今日は退院できるんです。よかったね。ところで次郎君、君はエスパーだね。ええ、どうしてそれを。まさかこの人もドクタールーの一味かもしれない。それにしては親切な人だ。いや、心配はいらない。私は京南大学で超心理学を教えている南山というものだよ。まあ、人間の心の動きを研究しているんだよ。最近分かったのだが、人間の脳のうち使われているのは 10% ぐらいで、残りの 90% は使われていない。そしてこの残りの脳の細胞がこれまでの人間になかった新しい能力と関係があることが分かったのだよ。じゃあ僕たちの超能力は、その残りの脳細胞に関係がある。そしてそういう人は世界に何人もいるんだよ。じゃあ僕たちだけじゃないんですね、変な力を持ってるのは。うん、私は前から日本にいるエスパーを探そうと思っていたんだよ。僕たちみたいな人が他にいるとしたら会ってみたいです。そういえば最近私の心の中に誰か他の男の子の考えが入り込んでくるんです。ちょうど次郎君と知り合った時みたいに。じゃあやっぱりテレパシーかね。でもその子悪い子なんです。悪いって？それがあいつを殴ってやるぞとか、先生なんかなんてバカ野郎とか、いつもろくなこと考えてないらしいんです。名前は亮太っていう子よ。でもテレパシーが君の心に伝わってくるなら、もしかするとエスパーかもしれないぞ。次郎は決心した。その亮太という少年に会ってみようと思ったのだ。数日後次郎は綾子と一緒にテレパシーを頼り亮太の学校の門のところへ行った。来たわ、来たあの子よ、間違いないわ。それにしてもなんだか悪そうなやつだな。なんと綾子の指さしたのは身長1メートル80センチはある大きく強そうな子供であった。どうする？よし、後をつけてみよう。その亮太という少年は新宿の街の中心にある大きなビルの3階にある事務所に入っていった。そして亮太が入っていくと社員たちが全員立ち上がり、まるで社長を出迎えるかのようにうやうやしく頭を下げた。一体この亮太という少年は何者なのだろう。そしてどんな超能力を持っているのだろうか。次郎は綾子と一緒にテレパシーを頼りに亮太の学校の門のところへ行った。来たわ、きっとあの子よ、間違いないわ。それにしてもなんだか悪そうなやつだな。なんと綾子の指さしたのは身長1メートル80センチはある大きく強そうな子供であった。どうする？よし、後をつけてみよう。その亮太という少年は新宿の街の中心にある大きなビルの3階にある事務所に入っていった。その事務所のドアには R 特許事務所と書いてある。なぜこんなところに来たんだろう。きっとお父さんがいるのよ。でもあの子を見た途端社員たちが全員お辞儀したよ。だからお父さんが所長かなんかなんだわ。
何すんの？覗いてみるのさ。というと次郎はそーっとドアに近づき、鍵穴から中を覗いた。すると亮太は一番立派な机に座り、書類を見ているではないか。武田君、困るじゃないか。こんな計算ができないのか。はっ、すいません所長。なんと子供の亮太を大の大人が所長と呼び叱られているではないか。あ、それから武田君、ちょっと話が。何でしょうか。僕の PTA のことなんだが、また頼むよ。はっ、私が所長の父親ということになるんですね。そうだ、僕は手のつけられない乱暴者ということになっている。分かってるね。はい、分かっております。ありがとう。武田君、君の月給上げてやるよ。その代わり誰にも言うなよ。そうなのである。亮太はまさしくここの所長だったのだ。 R 特許事務所の名前は亮太の頭文字なのだ。どうしよう次郎君。まあとにかくあいつの住んでるところを確かめよう。それから1週間ばかり、次郎と綾子は亮太の様子を見張り、住んでいるところも見つけた。それは新宿の近くにある高級マンションで、そこに妹と一緒に暮らしていたのだ。ねえ、テレパシーで亮太の心を探ってみてよ。うん。音のバカ、俺が超天才なので家を出て行っちゃったんだ。2つの時に英語をマスター、3つの時には相対性原理をすっかり覚えてしまった。だから音は俺を化け物みたいに思うようになった。それで毎日毎日酒ばっかり、とうとう出て行っちゃったんだ。あいつは超天才、やっぱりエスパーだったんだ。じゃあ亮太がいろいろ発明して、それをあの事務所で売ってたんだわ。よし行こう、亮太に会うんだ。綾子が亮太のマンションのそばに来たとき、急に立ち止まった。そうだ、綾子は何かに気づいたのだ。よく見るとマンションの非常階段をあのちゃんが登っていくところだったのだ。しまった、亮太が狙われてる。早く行かなくちゃ。あのエレベーターで行こう。しかし遅かった。次郎が亮太の部屋に来たときには、ちゃんがピストルを持って亮太の前に立っていた。お兄ちゃん怖いよ。もう逃げられないアルミ。さあ俺と一緒に来るアル。来る。おじいさん、お父さんは今留守なんだ。とぼけるな。お前に用あるよ。お前がエスパーあること分かってるアルからね。その時だ、次郎がちゃんにタックルをしようとしたのは、ああいって。しかし大失敗。ちゃんは急に横に動いたのだ。お前たちもいたのか。これ運いいあるね。一緒に連れて行くよ。断る。君が何者か知らないが、一緒に行く必要はない。何、一緒に来ないのなら撃ち殺すね。君おとなしくした方がいい。いいんだ、こんなバカと一緒に行く必要はないんだ。僕は忙しいんだ。小僧、バカとは何だ。殺してやる。撃たれもんなら撃ってみろ。次郎と綾子ならテレポーテーションで逃げることができるが、亮太にはそれはできないのだ。しかしちゃんの指は引き金にかかり、亮太の胸にピストルは向けられた。小僧、バカとは何だ。撃てるもんなら撃ってみろ。亮太にバカにされた殺し屋ちゃんは、亮太の胸めがけてピストルを撃った。
見たか。バケモンだ。ピストルの弾空中に浮いてるわ。うわあ、バカ野郎、驚いて逃げていきやがった。ところで君たちは、あのそれより これはん？これはね、電磁バリア、つまり磁力を使った簡単なトリックさ。次郎と綾子はこれまでのことをすっかり説明した。自分たちがエスパーであること、そして謎のスパイドクター・ルー一味が我々エスパーを狙っていることなどを詳しく話した。ねえ亮太君、僕たちは普通の人にない超能力を持ってるんだ。これを人類のために役立てないかい？人類のためだって？笑わせんな。人類が僕のために何をしてくれた？親父は天才の俺に驚いて家出した。俺は自分一人で生き抜いてきたんだ。さあ帰ってくれ。亮太くん、どうしよう。あ、そうだ、綾子さん、南山博士に相談してみよう。それがいいわ。博士ならエスパーの研究をしてるからきっと相談に乗ってくれるわ。というわけで次郎と綾子は南山博士のところに相談に行った。いやー、よく来たね。いや、君たちに紹介しておこう。これが高木君、山下君、私の助手だよ。高木さん、あなたの家は私の近くだわ。駅から随分遠いけど、それに今日はキセルをやってここに来たわね。山下さんはこの近くに下宿ね。昨日博士の家でごちそうになったすき焼きのこと考えてるわね。博士は研究費が少ないのでがっかりしてらっしゃるのね。それに今朝奥さんと喧嘩なさって。綾子さん、一体どうしたんだい？テレパシーだ。しかし綾子さんのテレパシーは。これは大変なことかもしれない。次郎君、悪いけど今日あったことをみんな話してくれないか？はい。ピストルで脅かされたショックでテレパシーの能力が強くなったとも考えられる。やめて、やめて。綾子さん、しっかりしろよ。君は一体どうしたんだい？やめて、お願い。かわいそうに他の人の考えが心に飛び込んできたので、どれが自分の考えでどれが他の人の考えかわからなくなってしまったのだ。やめて、やめて、助けて。いや、このままではダメだ。気が変になってしまうかもしれない。よし、向こうへ運ぼう。博士、綾子さんをどうするつもりですか？いや、アメリカの実験でもテレパシーは鉛の壁を通り抜けることができないと証明されている。だからしばらく綾子さんをそっとしておくんだ。でもまたここから出るとさっきみたいになるんじゃないんですか？いや、心配いらんよ。綾子さんはただテレパシーの能力をうまくコントロールできないだけなんだよ。ああ、じゃあそのうちきっと。そのうちうまくコントロールできるようになるよ。他の人の考えを知りたい時だけ使えるようになるだろうね。それから数日して彩子はすっかり元気になった。これからは人の考えを自分が知りたい時だけ知れるようにテレパシーをコントロールできるようになったのである。本当によかったね、元気になって。ありがとう。あら、あなた今日ここへ来る前に私にお花を買おうと思ったけどお金がなくてやめたでしょ。困っちゃうよな、そんなところまで知られちゃうと。あのね、次郎くん、私これから亮太くんのところへ行って
南山博士のところに連れてこようと思うの。へえ。大丈夫、いい考えがあるわ。さて、彩子はどんなアイデアで知能指数210の亮太を連れてくるのやら、それは次回までのお楽しみ。なんだ君たちか、何しに来たんだ。そうなのだ、ジローと彩子は知能指数210のエスパー少年亮太を仲間に入れるべくグッドアイデアを持って出かけてきたのだ。何しに来たんだ。あなたがバカで間抜けで低能だっていうためよ。何？あなたぐらいの頭の人間ならいくらでもいるわ。バカ野郎、お前なんか俺から見れば下等動物も同じだ。そうかしら。 なんだと。じゃあお前、相対性原理で光の速度と物体の質量を示す方程式がわかるか。 E イコール MC 事情よ。この野郎。じゃあ LSI って何のことだ。ラージスケールインテグレーション、ソリッドステートの一種よ。ちくしょう、俺は日本で一番頭がいいと思っていたのに。バカバカ、お兄ちゃんをいじめるな。帰れ帰れ。ごめんなさい亮太くん、私たちあなたを騙してたの。え、なんだって。天才ぶってるあなたを懲らしめようと思って、私テレパシーであなたの考えを読んだの。本当にごめんなさい。ああ、ごめんよ亮太君。君は一人で妹さんの面倒を見て生きていかなければならなかったんだもんね。さあ彩子さん帰ろう。おい待ってくれ君たち。俺は人より頭が良すぎて友達が一人もいなかったんだ。俺を仲間に入れてくれ。ああ、いいとも。よし、これから3人で南山博士のところへ行こう。うわ、ドクタールーまた会ったな次郎。超能力サイコキンなし。ドクタールーが叫ぶと、なんと不思議なことに部屋の真ん中にあった椅子がふわふわと空中に浮き上がったではないか。見たか、わしの超能力サイコキネシスを。サイコキネシス、心で思うだけで物を自由に動かせる力だ。よく知っておるな。お前たちのテレパシーやテレポーテーションや超天才では勝てんぞ。なぜ僕たちを追い回すんだ。我がソラリス連邦は水爆やミサイルばかりじゃなく、秘密兵器としてエスパーを集めておるのだ。さあ、おとなしく我々と一緒に来るのだ。お、お、あ。ドクター・ルーが勝ち誇ったように叫んだと同時に、ドクター・ルーの体が空中に浮き上がった。うわ、ああ、これは一体どうしたことだ。こんなバカな。さあ、早く下ろせ下ろせ。君かい。うん、私はテレパシーだけよ。じゃあ亮太君。いや、僕は人より頭がいいだけだ。おいちゃん、わしを助けんか。はい。なんと、今度は助けようとしたちゃんまで空中に浮いてしまったではないか。そして次郎たち3人はそれに見とれていた。おい、おろさんか。オロさんとひどい目に遭わせるぞ。そうあるよ。覚えていろよ。そうあるよ。でもおかしいな、誰がやったんだろう。やったのあたちよ。だってお兄ちゃんをいじめるんだもん。じゃあ亮太くんの妹さんがやったのね。それじゃ妹さんもエスパーだったんだ。兄貴の俺も知らなかったな。これでエスパーも4人になったわけだ。ただ一つだけ足りない超能力がある。クリアーポワインだ。何ですかそのクリアなんとかって。投資、つまり千里眼。
X 線みたいなもんだ。それでその超能力を持ってる人は？外国ではたくさん見つかっているが日本ではまだだ。ただ一人だけ心当たりがある。それは？何でも京都のお寺にいる少年がそうらしいんだ。それじゃあ京都に行きましょう。博士、そうよ、行きましょう。早く探さないとまたドクター・ローに狙われるかもしれません。よし、それじゃあ京都へ行こう。さて、博士と4人のエスパーたちはそのクリアボワイアンスの少年エスパーを探し出すことができるのだろうか。博士と4人のエスパーたちは千里眼のエスパーに会うべく、そのエスパーのいるというお寺を訪ねた。しかし門前払いを食らい会うことができなかったのである。なぜ会わせてくれなかったのだろう。博士、私には分かりました。お寺にいたお坊さんの心が読めました。じゃあなぜなんだね。あの少年は誘拐されていなかったんです。誘拐？何のために誘拐したんだろう。あのお寺あんまりお金なさそうだし。突然子牛ぐらいある大きなシェパードが彩子に飛びかかってきたのである。そして亮太の妹がサイコキネシスを使って犬をやっつけようとした。すると犬の動きはピタッと止まった。サイコキネシスを使うの待って。この犬何か私たちに教えたいらしいわ。あれ、君犬の考えまでわかんの？そうじゃないけど、なんとなくそんな気がするの。本当だわ。この犬を見つめたら、ビルケって名前が私の心に浮かんだわ。ビルケはドイツ語でケシの花だ。それに向こうでは犬に花の名前をつける。じゃあ、お前の名前はビルケかい？ワンと一声鳴いたかと思うと、そのビルケという犬はエスパーたちをどこかへ連れて行こうとするかのように走り出した。よし、ビルケの行くところに行ってみよう。おい、タクシが見えてきた。お、ビルケが展望台の方に行ったぞ。よし、車を降りて追っかけよう。確かこっちに来たはずだけど。ようこそ皆さん、お待ちしておりました。ドクター・ルー、久しぶりだな。いや、プロフェッサー南山、あなたも元気のようですな。アメリカの大学で一緒に研究をしていた頃から6年になる。あれから6年、今はこうして敵と味方というわけだ。すると千里眼少年をさらったのはあんただな。そうだとも。さあ、あの湖の沖にあるボートを見たまえ。少年がいる。はあ、ちゃんのやつが一緒にやがる。騒ぐな。言うことを聞かねばあの子は水の中だぞ。お前はそれでも科学者の良心があるのか。そんなものはいらない。科学は力のあるものが勝つのだ。それで我々に何をしろというのだ。我がソラリス連邦のために協力してほしいのだ。原水爆以上の秘密兵器として。おい、ジロー、何を考えてる？テレポーテーションで少年を助けるつもりだな。何？さあどうする。
あの少年が死んでもいいのか。まあ君の好きなようにしていい。私は知らん。博士、こいつは人間じゃない。殺すといえば殺します。どうやら子供の方が物分かりがいいようだな。バカを言うな。なんだと。考えてもみろ。私たちと何の関係もない。あの少年はエスパーじゃない。何？エスパーじゃない。博士、分かったわ。ドクタールーの心が読めたわ。ドクタールーはこれまで綾子のテレパシーを警戒して自分の心に蓋をしていたのだが、慌てたはずみに心が乱れたのだ。綾子はその一瞬の隙を見つけたのだ。博士、少年はこの展望台の中にいます。ボートの上のはマネキン人形です。どうかね、ドクタールー。これで立場は逆転したわけだ。このまま我々と戦うかね。エスパー4人と戦って勝てるかね。いや、今日はわしの負けだ。だがいつかお前たちエスパーを我々のものにしてみせる。絶対に負けはしないぞ。ネバギバ。超能力テレポーテーション。というとドクタールーはテレポーテーションを使い消えていった。南山博士はビルケを見ていて、その飼い主の少年がエスパーではなく犬のビルケがエスパーであることを発見したのだった。ビルケにはちゃんと透視能力があったのだ。博士はビルケを買い取り、4人のエスパーたちと一緒に東京へ戻っていった。京都からエスパードックビルケを連れて帰った南山博士とエスパーたちは、 2,3 日経ったある日、親睦を深めようと小河内ダムへドライブに出かけた。そして車が人造湖に差し掛かった時だ。なんと博士の運転する車に人が飛び込んできたのだ。うん、ここ死んでいる。私は何ということをしてしまったんだ。過失致死の罪であなたを逮捕します。待ってください。博士は急いでブレーキを踏んだんだけど間に合わなかったんです。そうです、博士のせいじゃありません。急に飛び込んできたんです。いいんだ、私は人を殺してしまったんだ。この責任を逃れることはできない。博士が跳ねた男は日本人ではなかった。ソラリス連邦からの旅行者でイワン・ペトロフという名の男だった。ペトロフの死体はソラリス連邦の習慣に従いダム近くの寺に埋められた。そして日が沈み、月が青白い光を差し掛けた頃、ペトロフの墓に異変が起こった。墓が崩れ、土の中から青白い手が一本、そして一つの顔が出てきたのだった。超能力タナトロニー。大丈夫かペトロフ。はい、ドクタールー。そうか、これで南山のやつは当分の間警察に入っているだろう。そうなれば少年エスパーたちは我々のものだ。そんなことを知るすべもない少年エスパーたちはその頃亮太のマンションに集まっていた。ねえ、変なことがあるの。変なことって？私、博士が事故を起こした時妙なテレパシーを感じたのよ。妙なテレパシーって？二郎君のでも亮太君のでも
士のものでもなかったわ。そのテレパシーを感じると心の中が冷えていくみたいな気がしたの。それで確か超能力タナトロギーにはかなうまいって言ってるの。それも不気味な声で。何？タナトロギーだって亮太君知ってるの？ピンチになると死んだようになり、たとえそれが内臓破裂になっても時間が経つと元に戻って生き返るんだ。それであの事故で死んだ男の死体は火葬になったんだろ？いや違う、確か土葬のはずだよ。これは大変なことだ。大変なことって？きっとあの死んだ男がタナトロギーに違いない。さあ早くあのお寺に行ってみよう。うん。墓が空っぽだ。掘り出されてる。やっぱりこれはドクタールーの仕組んだ罠だったんだ。するとあの事故も？そうだと思う。ああどうしたんだい亮太君？足が。おお、なんと亮太の足首を地面の下から一本の手が出てしっかり掴んでいるのだ。少年エスパーよく見破ったな。だが少し遅すぎたようだ。何？お前たちをこれから我々の国へ連れて行く。いやです、誰が行くもんかい。それでは仕方がないな。ペドロやれ。超能力ネジュー造船。なんとなんと、地面から顔を出したペトロフの髪がまるで蛇のようにうごめきながら次郎のところまで伸びて首を絞めたではないか。次郎君を殺さないで。大丈夫だよ、ただ眠らせただけだよ。こいつにはテレポーテーションがあるからな。さあお前たちも手向かわずにわしの言うことを聞くんだ。わかったよ。おお、お前もなかなか物分かりは良くなってきたな。さすが知能指数210だけはあるな。ところで彩子君、君もわしの言う通りにするんだ。あなたなんかに。いいか、言うこと聞くんだ。そうだと。そうしないと次郎の命はないぞ。わかったわ。さあさあ車に乗れ。おいちゃん、三浦半島の栗浜海岸へ行け。ドクター像に捕まった3人のエスパーはどうなるのだろうか。そして3人をなぜ栗浜海岸へ連れて行くのだろうか。それは明日のお楽しみ。